ス2019ピアスとあやみです。よろしくお願いします。あいみょん、あやみが初登場です。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは早速主役のマスコットさんたちを呼んでいきます。ショーロン、パオロン、ドーラー。はい、ショーロンです。ショーロン、お願いします。お願いします。はい、続いてパオロンです。パオロン。はい、お願いします。はい、インストアラさんです。じゃあ早速今日やることの説明をあやみの方からお願いします。はい、今日はジェスチャーゲームをしたいと思います。はい、3人のマスコットたちが協力をしてお題に沿ったジェスチャーをするので、分かった人から手を挙げてください。はい、もちろん大人の方もぜひご協力お願いします。お願いします。はい、それでは早速ね、1問目の方からいきたいと思います。はい、準備 OK ですか？うん、 OK。じゃあ行きますよ。よーい、スタート。さあ、どうする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 動いてください。この前ね、シャオジロウさんが交わらないものもあるって言ってましたが、今日はね、協力してもらいたいと思います。はい、頑張って。お、なんか並び始めましたか。ドアラさんが何かを入れてなんか刺して、出して、なんか飲んでます。飲んでる。そうちゃん、なんか飲んでます。パオちゃんは並んで。パオちゃんはいっぱい出してる。行列かな、ここ。ドアラさんは何か入れてます。刺して出してる。パオちゃん、今年めっちゃ流行ったものですよ。飲んでます、ね、ヒント言うと。わかります。わかりますか。わかった人は手を挙げてください。いいですか。じゃあ、前の方がね、手を挙げてくれたので、タピオカのね。そう、正解、タピオカ屋さんです。1問目はタピオカ屋さんでした。タピオカ屋さんでした。ドアラさんずっとやってくれてます。ドアラさんが店員さんです。ドアラさん、これをちょっとね、前の女の子に、正解した女の子に渡してきます。タピオカ作って前へ。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて2問目に行きたいと思います。 OK かな。よーい、スタート。はい、おじいさんかな。あ、なんか洗濯してる。お、パオちゃんが、パオちゃんがどんぶらこやってきて、どんぶらこ。おじいちゃんと、おじいちゃんと、おー、おー、おー、え、ちょっと流されたら物語が始まらないけど大丈夫？あ、ずっと流されちゃってます。じゃあちょっと聞いてみますね。じゃあ、ガルシーの方、パオちゃん、パオちゃん戻ってきて。桃太郎。そうです、正解、桃太郎です。正解です。はい、じゃあちょっとシールを、あ、じゃあ桃のパオちゃんからシールを渡そうかな。ちょっと前まで来てもらっても大丈夫ですか。ありがとうございます。じゃあこっち側から。気をつけて。 ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい桃リアルでしたね。どんぶらこ加減がね、リアルでした。おじいちゃんとおばあちゃんも良かったですよ。良かったです。はい、じゃあ続いてラスト問題いきたいと思います。はい、第3問。それではいきますよ。よーい、スタート。はい、はい、こちらです。さあ、これはね、ちょっといろんな表現の方法があるので、ちょっとどうする、どうしますか、どうしますか。ちょっと動いてくださいね。ちょっと動いてください。頑張って。あれあれあれ、迷っちゃった。ちょっと難しかったかな。
簡単ですね。さあ、ドアラは？ドアラは迷ってる。パオは？あ、あ、あ、見つけた。見つけた。何かを見つけた。シャオちゃんは？はい、早いのかな？あ、見つけた、見つけた。半袖はちょっと寒いですよ。半袖だと寒いって言ってます。なんかやってください。ちょっと考えるだけじゃ伝わらないです。ちょっと分かったかな、分かったかな。じゃあ聞いてみますよ。はい、正解です。正解です。すごい、アキ正解です。じゃあシャオから前の女の子にプレゼントお願いします。すごい、ちょっとね、今のは分かると思わなかった、はい、今のはすごいです。おめでとうございます。よく分かりましたね、本当に。おめでとうございます。ということで3問終わってしまいました、はい、3問終わってしまいました。でもね、ちょっとね、時間があるので久しぶりにあのフォトタイムいきますか。写真撮りましょう。フォトタイムね、マスコットショーもね残り少ないので今日ちょっと写真撮りましょう。はい、前に来てください。来てください。もうちょっと前、ここまで、ここまで、ここまで来てください。ちょっとここまで、シャオちゃん、ありがとうございます。前に出てきて。はい、ポーズ、ポーズ、せーの、ポーズ。じゃあまず右の方に、右側から。はい、はい、10秒いきます。左を向いてください。ありがとうございます。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。ありがとうございます。じゃあ次正面に行きます。ドアラさん後ろじゃないですよ。あれみんなこれでもみんな珍しくないですか。このレアですよ。レアですよ。レアですよ。行きます。せーの、お時間来ましたので、はい、終わりにしたいと思います。担当は千代ドラゴン2019ピアスとあやみでした。